はい、どうも、パパ院長です。今日はちょっとね、多少マシな時間になりましたかね。さて、じゃあ、一番最初は、次期衆院選めぐるこの政治情勢ですかね、主に。まあ、登場人物的には、この石破さんに対する、まあ、今、石破内閣ですよね、えー。石破自民に対するダメージと。 まあ議席を大きく減らす減らす言われてますけど、まあ、果たして本当に減るのか減ったとしてもどんだけなのか過半数割れまでいっちゃうのかっていうその辺がねまあそれぞれいろんな人がいろんな見立てを立ててますからねふたを開けてみないと分かんないんでうん。で同時にこの高市さんを改めてなんかこの支持する層っていうんですかね、えー、だからこの結局最後に笑うのは高市だみたいな。 もともと高市さんを応援していましたからの、えー、よし、これでついに、ね、高市総裁誕生で日本初の女性総理は高市早苗だと、でもあの瞬間、ダダダもうずっこーって、ね、思いっきりなんかもうこかされたわけですよね。うん、でまあ、なんだろう、やっぱ自民にいたら無理だみたいな、ダメだめだみたいな、ね、高市さんを応援してるんだけども、このまま自民党にいてはだめなんじゃないかっていうね。 まあ瞬間的になんかそういう声もなんかあ強くなったりもしましたが、ここに来て、ねここに来て、いや、やっぱなんだかんだ最終的に高市さんに期待する、ね、そういう流れになるんだろうあ。これもまだだろうですよ。どうなるかわかんないですけども、まあ、また期待感が膨らんでいると。要、う、は、んまあ、高市待望論っていうのがまたこの強くなってきているとかいう。うん ただまあこれマスゴミが言ってるんでね <laughs> で一方なんかねこのフィーフィーさんが改めて何日か前にね、えー、と誰だっけあの法政大学の名誉教授鈴木みの鈴木みのるさん全然関係ないよ <laughs> <失礼> <laughs> なんでしかも男性 <laughs> なんだっけ田中優子さんでしたっけ <laughs> まあそのそのほらあのなんだっけな えー、あんなのが、あんなのがって、あの、その人がこの高井さんに対してさ、ねえ。ほら、あの、有田芳生さんの、なんか応援、応援、応援パーリーみたいなのにさ。あの、活動家のこの、ね、ひ、菱山さんと、その。ええー、と。法政大学のこの名誉教授と。こう、なんか、この三人でわちゃわちゃ。ねえ、で、その時に。ええー、と、しかも、その。 選挙区でこの有田さんが、ね、倒さなきゃいけないのはこの萩生田さんなんだけどもなぜかこの高市さんの悪口でうわーみたいな会場もどん、まあ、どこまで巻いたかどうか知らないけど、まあ多分そんな集会に参加してるやつはもうだいぶパヨったいかれたやつらだと思うんで、ねまあ、湧いたんでしょうけれどもでそこでね、うん、あんなのがなんか日本の顔になるなんて恥ずかしいぐらいのこと言ってたんだっけ確かね,、うん、ね高市さんが日本初の女性総理だなんて ね、冗談じゃないみたいなことを言っていたことに対して、まあ、フィーフィーさんが、ね、大学教授の高橋さんに対するヘイト発言引くわと、まあそうですねうん、まともな神経の持ち主じゃないイカれた輩が <laughs> イカれパ,パーリーで、ね、イカれてただけなんで、まあ、でも日本国内でねあんなのが普通にいるわけですからしかもあれ,であれらは、まあ、有田さん男性ですけどね、うんまあ、フェミニストとかなんか もう女性の,この権利とかこの活動とか社会進出とか何かしらの,このね権利とか自由とかまあ少数とかまあ少数弱者は装っているだけで実態違いますけどドイツもこいつもまあドイツもこいつも偽物だという話はもうちょいちょい言ってますからね結局金だからんねいやこのチューチュースキーもこさえてね予算付けさせてね何人か巻き込んでねこの吸い上げるってもうドイツもこいつもそういう腐った団体なんでねっ で正体は全員反日売国勢、うん、ね、日本に言いながら日本に居座り続けて日本に唾吐き続けて日本の金にたかるもう本当寄生虫も寄生虫どんだけ害虫なんだよっていうそういう腐ったやからですからねまあそんなそんなやつらがあとそんなやつらを良しとする人間が集まったパーリーですからまあろくでもないのは当然ですよねうん この高市待望論とやらは何の話なのかなっというのをちょっとじゃあ見ていきましょうかね。なんか正直、なんかこう都合良すぎねえかっていう気がしなくもないですけども自民党、そもそも自民党支持者の人とか自民党員の人とかはあのね、この総裁選からの,、まあ、この今のこの選挙に向かって、まあ、もう選挙始まりましたよね。うん、じゃあこの 今のっていうのはもうガラッと一応変わるわけじゃないですか状況が選挙の結果でね、うん、どういう自民党図を思い描いて自民党を応援してるのかなって、うん、ねマスゴミが言うところのやれ裏金だ裏金だっていうのはまあね、うん、あのとりあえず置いといてそれはぶっちゃけどこのとこのドイツも、うん、金に汚ねえのはもう分かってんだからさねそれがねこのバレたのかバレてないのか ね、うんどんだけのもんだったのかっていう個人差があるだけでね所詮といつもこいつも、うん、なんやかんやなんやかんやこの合法座適法だって、うん、確かにそうなんですけどもでもそれを言うんだったらねじゃあそれをねこの違法ね違法にしてないだけで、ね、さっさと取り締まれよって言われればやらないわけだろ、うん、っていうだけであってね、うん、いやこれはあの違法行為じゃないんだから政府 っていうのはね、ぶっちゃけ言い訳には使わない方がいいと思いますよね。うん。結局、金に執着してることには変わらないだろ。うん。変な話、この違法行為ではない、ね、合法なり適法なりっていうことだったら、もう何でもやる。とにかく何が何でも金をかき集めるんだ。そう開き直ってるってことだよな。うん。ちょっとみっともしょっぱくせんじゃねえのお前ら。そんなに金ないとダメなのかよ。政治家やるのって。 まあ、要はこの石破内閣、石破自民、ね、なんだかんだ石破自民で、石破さんをこの担いだことによって自民党がダメージ食らいながらも、なんだかんだ与党ね、ね、えー、与党としては安泰だろうっていう、えー、で、これ、石破さんたちが当然言ってるんじゃないんですよね、うん、高市さん待望論、高市待望論を掲げる人たち、理想に、だからなんだろうな、高市待望派とでも言っておきましょうか。 がそういうふうにこの踏んでいるっていうそういうことなんですよねうん、まあ、どうなるか分かりませんけどうん今そんなそろばん弾いてもあんま意味ないのかなってちょっと思いますけどね <laughs> むしろなんか、あのー、自分結局それで自分たちに都合のいい、うん、妄想の息を出ない話なんじゃないですかねまあもしかしたらこの石破さんを担いだことによって、えー、だからこの自民党の 自民党内でも、要はこの言ってみれば、この自民党を支持していた人たち、だから、あのー、議員じゃなくて、この党員の人たちと、えー、支持者の人たち、ね、が、まあ、石破さんか高市さんかてっ言ったら、おそらく高市さんを望んでいた人が多かったと思うんですよ。でも結果は、ね、ポンコツ議員どものせいでこうなったわけでしょ。うん、だからポンコツ議員どもを だから高井さんから見てこの距離が遠ければ遠いやつらほど順番にそう遠いやつから順番に削り落としていくとそういう流れをこの期待しているっていうそういう話なんじゃないのかなだからいずれ高井さんがこの総裁になって高井総理になって高市内の5引きますでその時になって邪魔になるやつが少なければ少ない方がいいわけじゃないですか。 なおかつ、ね、この与党・筆頭、ね、第1党として、ね、安泰だろう、ちょっと見立てとしては甘いのかなって気がしなくもないですけど、ね、だって自民党のこの議員で、まあでも、あの獲得票のあの,あの票差だったら、まあ、そうね、でもわかんないよね、過半数割れはもしかしたらあるかもしれないよね。うん まあだとしても安泰だっていう、多分そういう見立てのそういう話をしてるのかな、うん、結局、ほら応援の依頼がね、もう150人以上から殺到してたなんて言って、まあどこの誰にえ応援に回ってるのかちょっとよくわかんないですけど、今のところ自分を支持してくれてた人は、もうやっぱり見捨てず応援に駆けつけているらしくて、まあすでに他の推薦人だった人たちとともに、まあ、応援演説に、ね、回っていく。 まあそういう予定で動いてらっしゃるみたいなんですけどもね、うん、まあとりあえず <laughs>、とりあえずこの石破さんにこの投じた、うん、一票、あの瞬間、一票投じたやつらがどうなるかはちょっと興味深いですけどね、うん、でもまあ自民党っていうこの,その政党としてのね、特にこの党員とか支持してる人たちは、 一応関係なく自民党のこの議員としてのこの集団っていう意味ですよ、うん、政党としてのこの自民党は、やっぱアホなんだなって思いましたよね、あの瞬間ね。うん、石破さんの好き嫌いとか高橋さんの好き嫌いとか関係なく、ね、なんていうのかな、まあ、与党でしょ、自民党でしょ、で与党であり続ける、自民党を支持している人たちはそれを望むわけじゃん。 なんだったらもっとね、うん、勢力拡大して、敵対勢力を削ってっていうことを考えるわけじゃん。で、逆はダメだよね。うん。だから、どんだけ、じゃあ、例えば、どんだけこの石破さんが好きでも嫌いでもいいよ。高市さんが好きでも嫌いでもいいよ。そもそも好き嫌いで選ぶなよって思いますけども、まあ、それは言っても人間なんでね。うん。でもね、どう考えてもね、客観的によ。僕、別にあの、 石破さんがどうこうとか高橋さんがどうこうとかそもそも自民党を応援してない人間だから完全部外者なんでね客観的に見させてもらいますけども一つの政党としてねどう考えても賢い選択じゃないよねもう今更さら言ってもしゃあないんですけどもだって石破さんが結局ねこの石破さん石破茂というみこしを担いでね石破自民党でいくっつって どう考えても選挙ダメだぞってみんな言ってたわけじゃないですかでも逆にね石破さんね石破自民でも過半数どうなのかなでも大丈夫かな割れちゃうかな微妙なところじゃんじゃあまあ過半数ギリギリ維持としましょうねあの石破さんでねあの石破さんでですよ 過半数ってことはじゃああれもし,かもし高市さんだったらどうなってたんだって話でしょね日本初の女性首相誕生でその女性首相フィーバーもあって得票数も上がりまくりで多分ぶ300ぐらいいったんじゃないの今更さら言ってもたらればなんで意味ないですけどもだから結局自民党ってね自民党内のこの議員同士って、まあ、そんなもんなんだなって まあなんだろうな、まあ、もしこの今のほら自民党のさあの、まあいろんなこの問題点、どこの政党、どこの議員にもありあり <laughs> 問題だらけだと思いますけども、例えば自民党全体で見たら、やっぱりこの自公連立、うん、公明、そうか公明なんかにこの牛耳られてるからこの仏壇、坪井民党になり下がってんだろうっていうのがあるんだから、だからその公明切り離すためには、ね、自民単独で、ね、あのやりたいことがやれるように。 ねこんなやつらの子そうだから選挙も、まあ、ちゃんとなんか政治家としてま綺麗事言ってますよ、ね、政治家として仕事して結果積んで、えー、有権者のいわの、ねえー、要は信任の下仕事をして政治労働者として結果積んできているんであれば、ね、何回選挙にこのたなんかもう候補者としてた、ね、立とうが勝てんだろう、うん、そうじゃねえから結局、んなわけのわからん。<laughs> そもそも政治団体としてもどうなのかなみたいな、うん、大陸や半島の手先になりたかったようなわけのわからんやつらの言いなりになって、ね、そいつらの力を借りないとそもそも選挙に出れもしねえし勝てもしねえしみたいな、うん、そんなポンコツ議員でもばっか揃えたってなんかその役にも立たねえだろうっていうそんな状況をとっとと解消して改めてもらいたいわけだよね。うん あもちろん僕の中でこの女性総理がどうこうなんていうよりもこっちが先かなって思いますけどねまあもしかしたらねこのなんかあ突き詰めていくとね高市さんがあーななんんかこのなんだろう権力掌握することができればあるいはこれもどうにかできるっていう順番なのかもしれないしそれは分かりませんけれども僕個人的にはこの公明を切り離す方が先なんじゃねえのかなって思うんですよね。うん だそれにはやっぱりさ、ね、うん、あんなやつらの世話にならなくてもっていう状況を先に作った方が良かったわけでしょうん。ってことは、あの瞬間、やっぱり高井さんを選ぶのが政党としては正解だったんじゃないかなとは思うけど、結局、自民党議員どもの中では、なんていう,うんだっけ、政局か。うん。だそっち優先したんだよな。うん。ってことは、やっぱり有権者、我々日本人、日本国民のっていうよりは、 てめえたちの要はこのなんかこの権力闘争に明け暮れて自分たちにとって都合のいい方っていうかなんかあそこで都合のいい方に転んだやつらっていうのは結局我々に背向けたやつらばっかりだったからね,ねだってこの大陸や半島にこのおもねったとかこびへつらってる裏切り者の豚野郎どもの集まりなんだからさうーんどっちが先っていうのもなかなか難しいですけどもね まあ、こんなだからやっぱり、うん、今更改めて仏壇、都合民党に期待することは何もねえなっていうのが僕個人の一応見解ですかね改めてですけどねあなたはどう思われますかね、えー、今回は以上です。